君は私の初めての友達だから、最後まで一緒にいよう。よかった。空ってほんとか弱いね。成長して強くなったりしないの？レアスライムだけあって謎だな。プープー？え？プープー？空が喋った！プープー！空が喋った！空とお話できるんだ！プープー！いつか旅をして世界を見て回って視野を広めなさい。そして王都の隣にある町へ行きなさい。でももし旅の途中でずっと住みたいと思う場所が見つかったら、無理に行く必要はないわ。そう、スキルだ。人は皆5歳になるとスキルがもらえる。スキルさえあれば必ず仕事に就くことができて、食いっぱぐれることはない。おかえりなさい。焦らなくていいのよ、フェミシア。成長の速度は人それぞれだもの。今だってとてもよくお手伝いしてくれて偉いわよ。おかえり、フェミシア。食器出してくれる？私が4歳の頃と大違い。早く魔法が使えるようになってほしいっていつも言ってた。末っ子って得ね。そうそう、俺みたいに星3つあれば安泰だけど、フェシーラの癒しスキルみたいに星1つだと人生積むからね。星が一つじゃしょうがないよな。あの娘は災いである。このまま放置していては村に不幸が訪れる。フェミシアを探し出せ。そして捕まえろ。あの娘を殺すのだ。悪いが至急の依頼だ。正確な場所とできれば魔物の種類も。ありがとうな、坊主。情報量は現場を確認した後になるが、いいか。魔物や魔物に襲われて亡くなった人の情報は役場に届けると情報量が出るの。魔物の情報は早い方がいいの。被害が出る前に手が打てるから。いろいろ辛いだろうが、このラトメ村に来た以上は大丈夫だ。俺が保証しよう。え？何？心配はいらない。冒険者にでもなれば食ってはいけるって。頑張れよ。はい。じゃな。もうそんなに広まってるんだ。オグト隊長がね、アイビーっていう冒険者が困っていたら手助けしてやれって隊員に言って回ったんだよ。あの人思い込んだら止まらなくて。脅かしてごめんな。なのにこのざまだ。管理人として面目が立たない。これで許してくれ。お詫びの印だ。ありがとうございます。 あいつらの取り調べがあるから、何かあったらすぐ呼んでくれ。こう見えても火炎攻撃スキル星3つの腕前で、焼く、炙る、焼き尽くす。味付けは塩コショウね。だからアイビー、晩ご飯の準備手伝ってくれない？この辺りはまだ魔物がうろついてて物騒だ。オトロワ町に行くんなら俺たちと一緒に行こう。アイビーはゆっくりしててくれ。あれだけうまい飯を作ってくれたんだ。あと片付けは俺たちでやるよ。ラットルアが炊事当番だったから晩飯が不安だったんだが、おかげでうまい飯にありつく。ラットルア、お前この飯全部アイビーに作らせたのか？いいからアイビーの話を聞け。ラットルアが気持ち悪いのは仕方ないとして。納得するな。こいつが近づいたことでその気配の主が逃げたとも考えられる。魔物を倒すとたまにドロップするマジックアイテムだ。買うと高価だから大事な時にしか使えないけどね。だが状況証拠もいくつも重なると偶然とは言えなくなる。それじゃ俺が変わろう。俺の名前はマールリークだ。違うと言っています。当たり。俺の名前はロークリーク。マールリークはそいつで、昨日こっそり隠れてシファルの酒を飲んでいった。ソラちゃん、俺は炎の剣のラットラーだよ。違うと言っています。すごい、嘘を見破れるなんて。本当のことを見抜くなんて。ソラってすごいスライムなんだな。ああ、みんなちょっと失礼するぞ。こいつはアイビーに借りたマジックアイテムだ。アイビーに話しかけた相手が善人か悪人か判断できる。反応しなかったからここにいる全員が味方だ。ラスタル、リーデル、ゴミを処分して。私のスライムは特別なの。
剣を消化できるレアスライムなのよ。レアスライムを刺激できるテイマーは地位が高いの。だから私、偉い人にも知り合いがいっぱいいるのよ。おいおい、冗談はよせよ。炎攻撃スキル星3つもあるやつと喧嘩なんかしねえよ。そういや、そうだな、どっちが強いか一度手合わせしてみるか。俺の防御スキルは星2つしかねえんだから、お手柔らかに頼むぜ。俺たちはそれがないから冒険者なんてやってるんだぜ。もっと稼げるスキルがありゃ今頃は。突撃が失敗したことも、潜り込んでいた仲間が殺されたことも、奴が組織を動かす存在ならば俺は、クソ、奴に情報を流したのは俺だ。俺が仲間を殺したのか。見事に裏切り者が先頭にいますね。証人を残さないためですね。それには一番強い我々を最初に潰す必要がある。ここの隠し部屋に金と書類が保管してある。特殊部隊とやらが森に向かっている隙に全部運び出せ。ただで済まないのはあなたの方だ。ファルトリア伯爵、ギルドマスターがあなたの企みを見破って教えてくれたのだよ。ここに隠してある書類を調べればあなたの悪事も暴かれる。よかったらなんだがね、このままこのオトルア町に住まないか。え？君が王都に向かっているのは聞いている。でもどうしても行かなければならないというのでなければ、この町で暮らさないか。